すべての兵力ここに集めろ。ここを包囲しろ。はい。别动！今天不吃吃罚酒，你若真不敢崩了你，啊！幽灵，哎，小伟，你答应过我，放过我哥的。放心，我今天不是为了杀他。不好了，出事了！日本人追过来了。小薇，鬼子越来越多了，怎么办？尽量杀出去，杀不出去也要拖延一会儿，给家军他们争取时间。停 Q 车哥的，停 Q 车哥，停 Q 车哥，你这个口，再忍忍你吧。出发！上面他们成功了，我们走。好，杜萝卜。小伟，怎么办呢？拼了！慢点，走，走，走。把电话先接了。小李、小张，跟我在这儿守着。其他的人去救人，你们仨跟我走。好。来坐。你们两个去那边守着。是。走，好，走，快。可以，可以，别出声，别过来救你了。我跟你说过的，我答应过你，一定会来救你的。谢谢你啊。哎，你们两个怎么脸那么红啊？嗯，有吗？有啊。行了，
别说废话了，咱们赶紧走。走走走走，快走。走了，快走快走，快快快，都跟上。有人！快跑！所有人往那边跑！快！快！黄斌，别走！快！你们快撤，我来掩护，从那边走，快走，听我的话，走啊，杜伯伯，不不不，走，时间都已经到了，他们还没来，要不咱们去接应一下他们吧。后面快点，来了来了，应该是他们。可一，可一，可一，你没事吧？我没事。怎么了？怎么了？你们都怎么了？我爹呢？啊，你爸走了，回去伯伯家了。他让咱们赶紧回城。嗯，我们带了这么多人，就这么大摇大摆的出去吗？那不然呢？大不了杀出去，反正不能在这儿等死。少尉，你听我说，如果就我们几个的话，冲出去肯定没问题。但是我们现在带着这么多人，这么冲出去的话，恐怕就有困难了。那怎么办？容我再想想。去看看。卡车，车上还没有人啊！我们正好把他抢过来。你不觉得奇怪吗？这也太巧合了吧！没错，我们小心点，万一有什么圈套。走，去看看。嗯。家军，啊，哎，哎，怎么这么多日本军装啊？我们正好可以用上，就把他们叫过来。嗯，好。来，走，好，快，快走，快！啊，走啊走，快，快点，快走，快走，没事没事，快点，哎，快点，哎，后面跟上，快，来，手给我。谁连我谁让都把我渡过的，要是我哭哭你用得过，要是你下次打
すべての城門を封鎖しろ。徹夜で城内捜査しろ。はい。小姐，按照您的吩咐，我看着他们上了车。老爷上车了吗？天黑看不清，不过应该也上车了吧。好，那你们回去睡吧。小姐，你为什么不和老爷和少爷说实话呢？现在还不是时候，以后会说的。去睡吧。走。怎么こんな時間、どこ行くんだ？裁きガーだ。ヤンフォー、移動する。これは少将だ。これだけか、移動証明書は？緊急状況だ。そんなのね。待て。もしもし、ここは何条文だ？はい、はい。無駄だ。誰でも出るなよ。将军，士兵，委屈了。将军，快走！快点！怎么回事？坏了，车子没油了，赶紧下车！怎么回事？怎么回事？这车没油了，赶紧下车！鬼子快追来了，快！快！来，跟上，快下来！来来，快快快快！来来来来，慢点，双哥，快过来！可以，乐怡，带着他们，赶紧往树林里跑！快下来，往树林里跑！快快，跟上！快，小心啊！快点！来来，快点快点，来，后面快跟上。鬼子车来了，快点。打。俺の急げ撃て！时间打，打，咱们的人，咱们的人。
警长，地震，你伤好了？你伤好了？你们这群王八蛋，这么重要的事情都不带着我啊！看我回去怎么跟你们算账！警长，咱们先把这帮鬼子干掉再说吧。冲啊！冲啊！走吧，丁震，你了解我的。虽然我从小就在军人世家长大，但是当兵并不是我本意。不过，看到刚才那一幕，我真的释然了。我第一回感觉到，作为一个军人的荣耀和职责。等等。这个是你的。我之前就说你的来历肯定不平凡。少伟，快醒醒！小龙，少伟，少伟，我没想到。你竟然是共产党。之前我是新四军的，后来跟日本人打仗，队伍被打散了。我找不到组织，我就一路南下。是孙老师，是他接收了我。我参军也是为了再上战场打鬼子。孙老师知道你的身份吗？你们想把我赶走是吗？我才不管你是什么呢，我只知道丁震是跟我们同窗的同学，也是我们学生军教导第三小队的指导员，更是跟我一起出生入死的兄弟。你说什么？你说什么？少尉，我们一直没有告诉你，是怕你在城里做傻事。我不相信，我不会相信你的。你说话啊！我不会相信你的。我爹没死，他没有死，我不相信。你说，别人不告诉我，你为什么不告诉我？事情已经这样了，少伟，对不起，对不起。杜少伟，杜少伟，杜少伟，你要干什么？少伟，少伟，你冷静点！杜少伟，你冷静点！少伟，走啊，走开！杜少伟，今天谁拦着我？别怪我对你们不客气。少伟，啊！为什么不告诉我？为什么之前瞒着我？你错了，我根本没想瞒着你，因为我之前认识的杜少伟是一个聪明而有理性的人，有这样的人做我们的队长对我们是件好事。可是现在站在我面前的是一个愚蠢而又冲动的傻子，对这样的人不值得浪费我的时间。你说谁是傻子？杜少伟，你现在这样根本不是给你爹去报仇，而是去送死，你知道吗？你爹费了那么大劲，他为了什么呀？混账话！我这一巴掌是替爹打的，你爹费了这么大的劲，他为了什么呀？他不就是为了你和你战友的命吗？如果你想报仇，
可以，先把你自己变强大了。可是你这样愚蠢的去送死，你对得起你爹吗？如果你真的想做一个孝子，真的想给你爹报仇，就好好的活着。这些话也是杜伯伯当时说给我听的。我当时和你一样，一脑门子只想着怎么去报仇。我也曾想拿着枪直接出去找小鬼子拼命。我感谢杜伯伯。少尉，今天我也把这番话同样送给你。让他一个人待会儿，这种感觉我最了解。这个时候只有他自己能过心里这个坎儿。侯哥哥，阿萨高哥，我俩的搜救部队啊，夏林的后に従って反日部隊を見つけた。附近の山に隠れてた。そして奴らの増援部隊が行った。人数は30人くらい。30人くらい。俺の目の下で抗日分子が隠れてたとは、必ず奴を消滅するんだ。後は消えず。はい。覚えろ。一人も残すんじゃねえ。はい。走、快走、鬼子跟上来了。鬼子怎么这么快？他们肯定是跟着我们的车轮印追上来的，我们得赶紧走。少尉。我们得赶快撤。少尉，现在不是哭的时候，没时间哭了，咱们赶紧撤，别忘了你的身份。少尉，走走，哎，快走，走，快走，快走。この道、そしてこの道、二つの道はすでに我が軍に封鎖した。道を塞だけはダメだ。増援を出せ。この前に暴走した公設軍を調達して、ここを徹底的に封鎖しろ。そして源氏の三民を捕まえて、我らに道を案内させて、捜査に協力させろ。はい。陈友生最近はどうだ？陈友生はまだ昏睡中。よし。今は、ヤズニを見舞いに行く。ここは内容だ。町を捜査する。走。走。
すみません、検査させてくれ。浅川さんに誘われた。苦労してくれ。入っていい。どう会長、どう会長、どうぞ。浅川さん、こんな時間用で、ただお茶の誘いではないでしょう。どう会長、ここに倒れてる方は君の同期である、そして友達であり、なぜ君はお見舞いに来ない？私とても忙しい。最近城内にコナニアで、そして国軍の給油部室も、全部我ら一階に集まる。今ここに会いに来るのも、再配のことです。東海長心。幸い、陳さんは大した問題はない。頭は襲撃を受けただけだ。少し脳震盪だけだ。数日も関わらず、起きると思う。よくだです。彼が起きた後、誰に襲われたのわかるのだ。これはすでにわかった。陳さんが倒れる間は、ずっと一つの名前を呼んでた。そう？犯人は誰ですか？もし、この人の名前を言ったら、君はきっと親切と思う。どう、シャオウェイ。不可能だ。おととは、すでに国軍入る前にここでだ。そういうならば、やつはここを離れた後、一度も会ったことはないか？ないです。彼に対して知りでは、ここに戻ってこれをするわけがない。そうか。運べ！杜少维，同学们，他们回来了！他们回来了！啊，你们回来了！回来了！你们回来了！太好了！姐，你可回来了！金伦，好了，没事吧？大伙都回去休息。我没事，太好了，没事就好。好了，大家都好好休息。没事就好。莫家军、丁震，我们大伙商量过了。不想离开这儿，想和你们一起参加学生军。对この人は君のお父さんではないか。非常に残念と思う。同時に、おかしいと思う。父様はなぜ抗日分子たちと一緒に行った？父は海軍の軍人だった。気象は少し強い。多分、心から。とは、共栄を反対した。おお？そういうならば、同会場の家族は、あんた以外には、全部抗日分子。浅川さんは、私を疑ってるではないでしょう。いや、そういう意味じゃない。それは今まで、
我々の活底がとっても愉快だから。ただ思うけど、こんな不愉快なことがあって、我々の後の合作に影響する。浅川さん考えすぎです。この人は、前まで私を殺そうでした。父との感情はいつも良くない。彼の死は、私にとってそんなに重要ではない。どう解除、さすがわかる人。でも、何故、この人は君のお父様だ。彼に涙を出すのも、それは尋常とも言える。どう解除は人があれば、俺は完全に理解する。大きい声で泣いてもいいぞ。理解してくれてありがとう。涙は5年前で流し尽くした。この必要はない。他のことがないならば、一階の方はまだ仕事があるので、先に失礼。どう会長。お父様の死体は、どう処理すればいい。すでに親関係を切れた。どう処理するのも、お任せします。下一个。再给我盛一勺。哭。哎我。哎再给我多打一份，少飞一天没吃饭了。哎。这粥里的米粒也太少了吧，我都能数出来了。哎，过几天估计这么稀的都吃不上了。来。啊，不用了，我不饿。哎，丁震，该你了。少文。喝点吧。来得正好，正找你呢。什么事一会儿再说吧，烦着呢。有什么事儿比活下去更重要啊？你又没有喜欢的人，跟你说有什么用啊？哎，现在肚子都已经吃不饱了，儿女情长的事先放一放，填饱了肚子再说呗。少维在哪儿？他也该缓过神来了吧？啊，他也总不能就像这样一直消沉下去啊，这队伍还等着他带呢。在背后说别人的坏话，这可不是男人的行为。少维，你现在好点了吧？山下的鬼子没杀完，哪有那么多时间伤心啊？まあいい。こんな大きな城、奴らは源氏の人だ。ここの地形我らによく悔しい。だから、そこから抜けられるのも。不自然なことではないのだ。中谷さん、お前は窒息しなくてもいい。今我ら主要な任務は、死安城の族を消滅する。太平洋戦争につながる重要なところにとして、死安城の安全は、戦局全体に関わる。思うけど。杜少云はきっと奴らと関係がある。
やつ逮捕して尋問すべきだ。いえ、ここを占領したばかりで道警は治安上でかなり勢力とは威信がある。ここの治安を維持するのをヤザは必要だ。道上院は怪しいけど、だが今はまたヤザを動けないのだ。合作しない。でも他の手がかりを俺も既に考えた。手掛かり？何の手掛かり？唉，我们必须为接下来做打算了。我们这支队伍该何去何从？唉，这方圆几百里内，没有一支我们的队伍。说白了，我们现在就是没爹没娘要的孩子。我们可以南下归晋。 但如果是我，我绝对不会这么干。现在日本人正在往南进攻，南边集结了大量的日军。如果往南走，无疑是去送死。我们往北走吧，没准可以碰到新四军。你想让我们进入新四军？我只想让咱们找到一个相对安全的地方。湖南全境都被日本人占了，我们需要穿过大片的日占区。 与其这样，还不如留下跟鬼子干。等会儿，我觉得少维说的有道理。为什么非要我们走啊？啊？这什么地方？这是咱的家，是我们自己的地盘，该走的应该是小鬼子。咱们应该留下来，跟鬼子干。否则打回老家，光复始安。 始终是一句空话。说起容易，做起来难。我们就这40几个人，还有十几个同学是没有训练过的。就凭这些人，怎么跟成百上千的日军打？杜梦里有也有的打斗。许怀恩托有伢子の家に住んだ。许怀恩、伊安夫に検査した医者ではないか。伢子の家に人を出した。 結果は誰もいなかった。奴の家族も同時に失踪した。隣人から聞いた話では、奴の家は数日前は確かに何人が切った。その中に、同盟は含めた。そういうなら、こいつの家は、反地行動の秘密拠点だ。奴はこの前慰安婦を検査の時、きっと何かをやった。 隣人がの話では、奴の娘が圭君を参加したのようだ。杜少雲の弟、杜梦林の息子も一緒に参加した。そして、陳佑生の弟も。まさか。そうだ。中谷君、もし間違ってはないなら、今回城内で破壊をした奴は、 こいつらだ。中谷君、覚えてるか？学生軍を襲撃毛小川の息子を逮捕したこと。奴も奴らと一緒に参戦した。もし間違ってはないなら、奴はここにいるはずだ。<音> 当年汉高祖刘邦起兵的时候，也不过百人。可是后来怎么样呢？不照样席卷天下了吗？只要我们有这个信念，我相信咱们的队伍一定会一天一天壮大起来的。